警察ご意見番の番組ですが、この今の警察の中で非常に矛盾が多すぎる。 TBS のいわゆるワシントン支局長山口がジャーナリストの女性を強姦して高輪警察が逮捕状を出した。そしたら刑事局長の中村いたるが成田空港へ帰ってくる山口支局長を逮捕出そうとしたら待ったとか言った。なぜ待ったか。これは安倍総理のお友達だから逮捕しちゃいけない。まあまあそれをはじめ、逮捕すべき人を止めたり、逮捕しなくてもいい人間を逮捕したり、刑事が金をもらって逮捕する。いわゆる二代目神戸松浦組の笠岡組長が逮捕2回町田警察でされて懲役1年。これも実際犯罪には当たらないような事件だと私は確信してるわけ。そういう矛盾だらけなんだけれども、片っぽでは暴力団だ暴力団だと言って、片っぽしから美大で逮捕するという面もあれば、その暴力団の関係者を暴力団ではないという形で警察が守っていると、暴力団というような場面もあったり、まあ主客転倒したような話が多いわけだけれど、まあ今私が一つ取り上げたいのは、近江一家という元高山徳太郎さんが、私もこの人はよく付き合って知ってるんだけど、政治的運動までする立派な親分だった。この息子が近江一家というものを後を継いで、高山義行というその立場で近江一家を、親父の後を引き継いだような形になって、そこで射程頭とか本部長とかを名乗っていた本庄康明、吉田義明こと本庄康明が、本庄義明が、近江一家を辞めて、三段会津虎徹高山徳太郎、そして近江一家高山義行の名前を使いまくって、ガードマンが一社を大きくした。その人間に対してあまりにもいわゆるもともと暴力団員として活動して三段儲けた挙句、今度は警察の取り締まりが厳しくなったからといって、ガードマン会社を作ったら、そこへ警察が甘くなるという。これも矛盾した話なんです。だからそこで、近江一家は絶縁状を出したわけだ。近江一家の、いわゆる、頭の上野隆という名前で、絶縁状が全国へ出された。それは名誉毀損だと訴えているという事件があるのも、ちょっと主客転倒というか、これも一つの矛盾ではないだろうかと。だからいろんな任教団体の元法制関係組員が、その後、警察と一体となって、この組織犯罪処罰法をうまく使って、自分たちの
利益を優先するような動きで法律的に名誉毀損で戦おうとする、そういう今現在その波紋状が訴訟になっている。絶縁状が訴訟になっていることが私はおかしいと思う。だから波紋状をヤクザが出したら元組員が名誉毀損で訴えられるかどうかというのは判例がないでしょう、おそらく今まで。だから裁判所はその波紋状の意味が分かってないんじゃないかと。だから裁判所も社会を知っておくべきであり、ヤクザ社会における波紋状というものが、また絶縁状というものが何を意味するものであるか、だから組織に対する裏切り行為が絶縁状や波紋状になるわけです。絶縁状が訴訟になっていない、訴訟にはなっていないと、絶縁状訴訟でなっていないという、波紋状は訴訟になっていると、まあ、その波紋状であろうが絶縁状であろうが名誉毀損に値するかどうかが私たちは非常に疑問に思っております。だから今私は伝統任侠文化協会として任侠団体は未来永劫にこの日本には残しておくべきである。それでこのような、まあ、組織を裏切った人たちを波紋状、まあ、また絶縁状を出したことはいわゆる捜査の対象になるかどうかについては我々もよく研究した上で今後調査してまた報道を続けたいと思います。